皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の英文法。今回はメイク足す人足す形容詞、こういう形の文について説明します。このメイク足す人プラス形容詞、この人の部分は物が来ることもあります。この形の文、人や物を形容詞の状態にするという意味を表します。例えば例の1、その知らせは私を悲しませました。悲しませた、こういう意味の文を作るとき、主語はその知らせですから The news、 その後ろに、悲しませたと過去形になっているので、メイクの過去形の made を書いて The news made 私をですから me sad、 The news made me sad、 The news made me sad。 こうなるとその知らせは私を悲しませる状態にした、ね、その知らせは私を悲しませたという意味の英文が出来上がります。次、私の仕事は人々を幸せにします。これ今現在形の文章ですね。この時には Our work makes people happy。Our work makes people happy. Our work makes people happy. このようになります。また例の2で、Why did Ken go to bed early? Why did Ken go to bed early? なぜ Ken は早く寝たんですか？という質問に対して、宿題をやって疲れたから。こういうことを伝えたいときですね。この場合もメイクを使って伝えることができます。この時には、宿題が彼を疲れさせたという形にします。Because homework made him tired.Because homework made him tired. Because homework made him tired.、ね、宿題をやって疲れたということを、ね、こういう言い方で伝えるんですね。例の3です。彼の話は彼らを驚かせるでしょうという。ちょっと先の未来の話。こういう場合には、His story の後ろに未来を表す will をつけて、His story.Will make 彼らはですから全部ですね。全で驚かせるというのは surprised。 こうなります。His story will make them surprised. His story will make them surprised.これで彼の話は彼らを驚かせるでしょうという未来の文章が完成しました。例の4です。彼女はその部屋をきれいにした。こういう意味の文章、今までの学習した文だと She cleaned the room. She cleaned the room. こうなりますけれど、これとほぼ同じ意味でメイクを使った言い方ができます。この場合は彼女が、ね、部屋をきれいな状態にしたという形にして She made 彼女がしたんですね。何を The room、 その部屋をきれいな状態に Clean。She made the room clean. She made the room clean. これで She cleaned the room とほぼ同じ意味の英文が完成するんですね。で、ここで私から一つ皆さんにメイクを使って質問をしたいと思います。皆さんはこの動画を見て
どうでしょう。 Can I make you happy? Can I make you happy? この動画、皆さんを、ね、喜ばせているでしょうか。 Can I make you happy?できたら私の気持ちは I hope you will say yes. I hope you will say yes. できたらこの yes と答えてほしいです。今回は make 人形容詞この形の文について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。